家政婦付きは助かるわ。意地悪な笑みを浮かべながら無理やり同居し始めた姑。すると夫は姑に笑いながら、母さんが自由に使ってあげて、お前はしっかり働けよ、そう言って私を睨みつけてきた。二人のありえない行動にうんざりしながらも、ある日私はとある真実を知ってしまった。私にしてきた仕打ちを返してあげる時だと、私の反撃が始まるのだった。私は晴美、30歳、3歳年上の夫のヒロトとはつい最近結婚したばかりで新婚ほやほやだ。友人に紹介してもらって夫と出会ったのだが、夫は出会った時から私に優しく紳士的な対応をしてくれて、いつの間にか私も夫に好感を持っていた。そんな夫からプロポーズを受けた時は嬉しくてたまらなかった。結婚後も私が仕事が忙しくてなかなか家のことができないでいると、夫が私の代わりにご飯の準備や掃除をしておいてくれるのだ。そんな夫に感謝と申し訳ない気持ちで謝ると、夫は、家事なんてできる方がやればいいんだよ、晴美も俺ができない時は頼むな、と言って優しく笑ってくれるのだ。その言葉に私は感激を受けて、夫に抱きつきながら本当にこの人と結婚してよかったと感じていた。しかし夫との結婚は楽しいことばかりではなかった。ちょっとあんた、この味付けおかしいんじゃないの？そう言ってきたのは義母だった。私たちが義実家の近くに住んでいることもあり、義母はしょっちゅううちに遊びに来ていた。夫は一人っ子なせいか、義母からの愛をふんだんに受けて育ってきたようで、もちろん夫も義母のことを大切にしている。何でも義母の言うことに従っている姿を見るとマザコンにも見える。義母はいつも私がいる時も夫にべったりとくっついていた。おそらく自分の最愛の息子が嫁に取られたと感じているのだろう。義母は私への当たりがきつかったのだ。そして何よりも私のことをあんた呼ばわりして、名前では絶対に呼んでくれなかった。私がそんな扱いを受けているのに、夫は、母さんのすることは全て正しいから、と傍観するだけで何も言ってはくれなかったのだ。そして義母の前では絶対に味方になどなってくれないのだった。そんな変な味はしないと思うんですけど、自分で言うのもなんだが、私は料理がうまい方だ。周りからも美味しいと評判で、夫だっていつも喜んで食べてくれている。変よ、しょっぱくて食べられないわ。ねえ、ヒロと。ああ、そうだね。しょっぱいな。はるみ、母さんが来てるんだから、母さんの好みに合わせてくれないと困るよ。前に義実家に行った時、義母の料理を食べたのだが、とても薄くてびっくりした。何でも義母は自然派だと言いながら、調味料はほとんど使わず、ほぼ野菜を煮て作るだけだった。夫も、素材を生かした味ならいいけど、母さんの料理は素材の味しかしなくて、食べてる気がしない、と言っていた。それにもかかわらず、義母の前ではそんなことは言わず、ニコニコしながら義母の味方をするのだ。そんな二人の行動を不満に思いつつ、ある日信じられない出来事が起こった。私が仕事から帰ってくると、義母が料理を作って待っていたのだった。しかも義母の隣にはボストンバッグやキャリーケースが置かれている。一体どういうことかわからず、私が呆然として立っていると、夫が私に気づいて声をかけてきた。母さんが今日から俺たちと一緒に住みたいって言ったから、同居することにしたから。え？夫から突拍子もないことを言われて、すっとんきょんな声を上げてしまった。ヒロトから最近、あなたの帰りが遅くて、ほとんど家事はヒロトがしてるって聞いたのよ。そんな嫁なんてありえないでしょ？だから私が、一から鍛え直してあげようと思って、一緒に住んであげることにしたのよ。夫は無理やり家事をしていたわけでなく、率先してやってくれていたのに、
もしかして実は不満があって義母に相談でもしたのだろうか。突然そんなこと言われても困ります。あんたの意見は関係ないわよ。私が決めたんだから、それでいいのよ。それにヒロトは許してくれたのよ。そんな別にいいだろ。それにお前だって母さんからいろいろ学べるいいチャンスじゃないか。そう言ってウィンクしてきたが、なぜその夫の意見に従わないといけないのだろうか。私的には義母から教わることはそんなにないと思っているのに。そして私の意見とは関係なしに義母との同居が始まった。義母はそれから毎日私が残業して遅く帰ってくるものなら、そこから私に家事をするよう強要してきた。朝から遅くまで仕事をしてヘロヘロになった体に鞭を打ちながらご飯を作っても、義母が、味が濃すぎる、この下手くそ、やり直しなさいと言って一からやり直しをさせられる。私が寝られるのは掃除や洗濯などの一通りの家事をしてからになり、さらに体は悲鳴を上げていた。夫といえば私を助ける様子もなく、むしろ義母が私を奴隷のように扱うのを見て、だんだんと義母に倣って接するようになってきた。そんな夫に対して私の信頼はどんどん下がっていった。私がこき使われるのは休日になっても同じだった。私は休む間もなく家のことや買い物などをさせられているのに、義母と夫は優雅にティータイムをして過ごしている。すると義母は床拭きをしている私を見て、ほくそ笑んだ。家政婦付きは助かるわ。その言葉に耳を疑った。私は義母を怪訝な顔をして見上げると、夫は義母に笑いながら、母さんが自由にもっと使ってあげて、お前はしっかり働けよ、そう言って私を睨みつけてきた。夫と義母の言動が正直信じられなかったが、ここで何かを言っても二人で丸め込んでくるのは目に見えていたので、何も言わずに従うことにした。そして義母が無理やり同居してきてから2ヶ月が経った頃、私はろくに休むこともできないため、ふらふらしながらもいつも通り家事をこなしていた。今日は夫が友人と約束があると言って出かけており、家には義母しかいなかった。義母の姿も見えないので、私は廊下で少し休んでいた時のことだった。義母の部屋から近いためか義母の声が聞こえてくる。誰かと電話をしているようだ。盗み聞きするつもりはなかったのだが、義母の口から発せられた言葉にびっくりして、つい聞き耳を立ててしまった。だからヒロトはちゃんと元気に過ごしてるって言ってるでしょ。会いたいなら会いに来たらいいじゃない。あなたのことはうちの親戚だって話してるんだから、主人もヒロトも疑ってないわよ。それにしてもいつも思い出したかのようにヒロトのことを聞いてくるんだから、そんなにヒロトが大事ならあの時にちゃんと私と結婚してくれればよかったのに。会話の内容がおかしい。私は義母に気づかれないようにそっと義母の部屋に近づく。あなたとの間にヒロトができたのに、あなたがお金がないから認知できないって言ったから大変だったのよ。仕方なく今の夫とも関係を持ってたから夫の子供ってことにしたけど、え？なんで降ろさなかったのかって？知ってるじゃない、あなたのことを愛してるからよ。あなたとの大切な子供だから、私がちゃんとヒロトを手塩にかけて育ててきたんじゃない。ねえ、それより今度の水曜日はどう？久々にあなたと愛し合いたいわ。義母の会話に鼓動が早くなる。これはつまりヒロトの父親は義父ではなくてこの電話先の相手だということだろうか。あら、水曜はダメなの？わかったわ。それじゃあヒロトにも話しておくから、今度の週末うちに遊びに来たらいいわよ。その後は私とね。義母の言葉に気持ち悪いという感情しか湧かなかった。義母に気づかれる前にその場を去ろうと思ったのだが、義母は先ほどの相手との電話を切ると
すぐに違う誰かに電話をかけ直していた。あ、マー君、私よ、私。今度の水曜日、急にマー君に会いたくなっちゃって。え、その日はダメなの？もう、あまり私をほったらかしにするんだったら、もうマー君と会ってあげないわよ。鳥肌が立つような甘ったるい声で電話する義母に、私はゾッとした。義母はこの後も、何人かと同じように電話をして、約束を取り付けていた。義母がまさかこんな浮気をしていたなんて、私は驚くと同時に、これは今までの仕返しのチャンスだと思い、行動を開始した。夫が帰ってくると、義母は猫なで声で夫を迎えに行く。ヒロト、お帰りなさい。今度の週末、親戚のおじさんが遊びに来たいんですって。ヒロト？夫が黙り込んで、下を向いたままのことに、不思議に思った義母が首をかしげる。ヒロト、親戚のおじさんよ。あなたはいつもいろいろと相談に乗ってもらったり、いろんなところに連れて行ってもらったりして、可愛がってもらってるじゃない。そいつが俺の本当の父親だったんだな。低い声で夫が言い放った。夫の言葉に義母は急に慌て始める。何言ってるのよ。そんなわけ。うろたえる義母に、私はスマホを持ち出し、音声を流してあげた。あなたとの大切な子供だから、私がちゃんとヒロトを手塩にかけて育ててきたんじゃない。それは、私が廊下で義母の話が耳に入ってきた時に、とっさに録音したものだった。次々と義母の声が再生されていく。義母の顔を見ると、真っ青になって震えていた。そんな義母を、ヒロトはギロリと睨みつけた。ハルミからいろいろ聞かせてもらったよ。そんな、その女の罠よ。ヒロト、信じちゃダメよ。必死に夫に取り繕ろうとするが、夫はただ冷たい目で義母を見ているだけだ。母さん、俺だけじゃなくて、父さんにも嘘ついてたんだな。別に、あんな男、気にしなくてもいいじゃない。お金を稼ぐことしか脳がないんだから。それよりあなたの本当の父親の方が、どんなに素晴らしいか。義母は夫の態度を見て、取り繕えないと思ったのか、手のひらを返したように態度を変えてきた。俺の父さんは、今の父さん一人だけだ。あんたがどう言おうと、俺にとっては最高の父親なんだ。それにそんなクソみたいな男を親戚だって言って合わせてたなんて、虫唾が走る。あなただってすごく慕ってたじゃない。もしかして本能的に自分の本当の父親だって察してたんじゃ。そんなわけないだろ。そんな俺のことを金がないからって認知しなかった野郎なんて、俺の父親じゃない。父さんのことを最初から裏切ってたあんたなんて許さない。夫は義母のことを母と呼ぶのも嫌になったようで、あんた呼ばわりして義母を睨みつけていた。ヒロト。義母が恐る恐る夫に触れようとするが、勢いよく振り払われた。俺に触るな、汚らわしい。それに俺の父親って人だけじゃなくて、他の人とも遊んでたんだよな。このことは父さんにも話したからな。あんたはあんたの愛してる男どものところにでも行けよ。最愛の息子から突き放され、義母は力なくその場に座り込んでしまった。息子から見捨てられた義母の姿に少しすっきりしたが、私にとっては仕返しの対象は義母だけではない。夫は義母との話が終わると私の方へきびすを返し、私に頭を深々と下げた。ハルミ、本当にすまなかった。あいつがあんな人間だとは知らず、ハルミにいろいろと嫌な思いをさせたよな。本当にごめん。あなた、いいのよ。顔を上げて。ハルミ。私が優しく答えると、夫はキラキラした顔で私を見つめたのだが、そんな夫の前に私は、離婚届を差し出した。ここにサインさえしてくれれば、それでいいの。サイン、してくれるわよね。にっこりと笑う私とは対照的に、夫の顔は引きつっている。いや、ハルミ。俺、謝ってるし、反省してるから、これからは、
ハルミのことを絶対に裏切らない。だから離婚は。ヘラヘラと笑う夫を私は睨みつけた。何度もお母さんの味方だけして私のことをないがしろにした人と一緒にいられるわけないじゃない。あなたが今ここでサインしてくれないなら後日弁護士を通してでも必ず離婚するから。そんな俺はあの陰険な女に騙されて。それとこれとは話が別でしょ。私をかばおうと思えばかばえたのに、お母さんと一緒になって私をこき使って。さっさとサインしないなら慰謝料も請求するわよ。夫は慰謝料の言葉に反応し、しぶしぶ離婚届にサインをしたのだった。その後義母は義父から離婚を言い渡された。ただ離婚するだけではなく、義父は義母にも浮気相手たちにも慰謝料を請求したのだ。義父の立場から言えば33年以上騙され続けてきたのだから当然のことだろう。義母の浮気相手たちは慰謝料を請求されたことから義母に憤りを感じ、義母との関係はあっさりと終わったらしい。義母は働いてもなかったのでほぼ無一文で家を追い出され、男たちからは見捨てられ、今は義父に請求された慰謝料を払うべく安いアパートに暮らしながら身を粉にして働いているらしい。そして私と夫の離婚も無事に成立していた。元夫はその後私との離婚のショックで会社にも行けないほど酒に溺れていたらしい。そして無断欠勤を繰り返し、今や会社はクビになり日雇いの仕事で生活をしているようだった。そんなにショックを受けるくらいなら最初から私の肩を持ってくれればよかったのにと思ったが、もう後の祭りだ。私はといえば元義母と元夫から解放されてのびのびと暮らしている。しばらく恋愛はいいかなと思いつつも、今度は何があっても私一筋に守ってくれる男性と出会いたいものだ。